今回ご紹介するのは近鉄南大阪線の大阪阿倍野橋駅です。大阪阿倍野橋駅は大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目にあり、1923年大正12年4月13日に大阪天王寺駅として開業し、5月10日に大阪阿倍野橋駅に改称しました。2007年8月8日、近鉄は阿倍野橋ターミナルビル9館を建て替え、高さ約300メートル、60階建てのアベノハルカスを建設すると発表。2012年8月30日に高さ300メートルに達し、日本で一番高いビルとなりました。ちなみに、それまで日本で一番高いビルであったのは、横浜ランドマークタワーで、高さは 296.33m です。当駅の改札口は東端部の西口地上改札、百貨店地下売り場正面の地下中央改札、南北連絡地下道に面した地下東改札の3カ所で、地下コンコースと各ホームの間にはエスカレーターがあります。当駅は串型6面5線のホームを持つ地上駅です。これは東端式ホームとしては日本4位です。有効長は1、2番乗り場は7両編成分、3から6番乗り場は8両編成分です。2022年11月8日の1日乗降人員は 144,475人で、2008年以降の調査では近鉄全線で最も乗降人員が多い駅となっています。
今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。